はい、お対応料陽介会員でございます。はい、今日はですね、はい、ちょっともういきなりこの絵でですね、はい、スペシャルデーということで、はい、全くですね、はい、もう田中さんも、ね、もう裏でも緊張して、いやもう、もう倒れそうになってました。倒れそうでした、はい、もうやばいです。スペシャルですか、はい、今日はですね、はい、スペシャルゲストにですね、はい、オーディオ評論家の風信之さんをお迎えしてお送りします。風先生、今日一日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやようこそ。どうもご招待ありがとう。いやいや本当に感慨深くてですね、楽しみにしてもう風さんとはですね、はい、もう、うん、おたいオーディオでですね、はい、まあ、私の父ですね、はい、まあ、現会長ですけど、はい、もう視聴会でですね、もう何回も遠方にもかかわらずお越しいただきましてですね、はいはい、もう本当にお世話になっていて、舞台オーディオにはもう本当にもう、うん、なくては大先生だと思う、はい、ということで、はい、もう本当にもう父もですね、うん、今日の日も喜んでます。多分10回近く読んでいただいて、いやもうそうですね、そんなに、はい、その視聴会があると、はい、お客様に DM のはがき出すじゃないですか、はい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 、僕だから20代の頃とか、はい、もう風信之先生、はい、来店って言って、はい、書いて送ってたんですね。ワープロでね、ワープロでやってました。なるほどです、はいはい、ということでございまして、風信之さんに、今日はですね、マーチン・ローガン、マーチン・ローガン、はい、こちらですね、このスピーカー、こちらのご視聴、まあ、およびですね、はい、ハイエンドのオーディオについてですね、 お話をお伺いしたいなというふうに思っております。じゃあひょっとして若いオーディオファンの方で、風さんのことを初めて見られるとか、はい、方もいるかもしれないので、はい、かもしれないんで、はい、ちょっとまあ、ご紹介という感じなんですけど、はいはい、風さんはオーディオ評論家としてですね、おいくつぐらいの頃から、僕73年、はい、1973年が最初の原稿なんです。あ、はい、だから30年ぐらい前に書き始めたんですね、はい、最初は編集者として雑誌作り手伝ってることもありましたけども、はい、まあ筆者に次第になっちゃって、うん、気がついたらこんな年になっちゃったんだけど、いやいやいや、まあ自分今日ご紹介されるマーティン・ローガンなんかのデビュー、はい、もう40年前ですけど、はい、例えばマーティン・ローガンって83年のデビューですね、はい、これはね CD が日本で出たのが82年だから2年ですね、はい、CD の1年遅れ、はい、でも実際 CD はね日本は早かったですよ。あ、そうなんですね、1年で、はい、ヨーロッパとアメリカは1年遅れで83年に出てますから、ほぼ同時という、マーティン・ローガンはアメリカにおいては CD と同い年っていうことになっちゃう。なるほど、はい、若い時にそうやって、はい、世界的にオーディオのショーがございましてね、はい、そういうのを、まあ、世界的といっても主にアメリカ、はい、それから英国、英国、イギリス、はい、この2つが中心なんですけど、はい、まあ、大体オーディオ製品ってまあその辺ですよね、そうですね、若い時には随分旅してですね、で今老舗になって、はい、例えば井上さんたちが、はい、インターナショナルオーディオショーって東京いらっしゃると、はい、いろんなブランド出てますけど、もうめちゃくちゃいっぱいあります、はい、ああいう今有名なブランドが、はい、デビューした頃を目撃してきた年代になりますね。なるほど。ですから、まあ、マーティン・ローガン今日いろいろな材料でお話できますけど、はい、そんな背景とか含めてですね、はい、ご説明申し上げれば、はい、あげることができるかなと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、そうです、よろしくお願いします。すでにですね、はい、もううちのチャンネルでもおなじみの、はい、土方久明先生とですね、はい、風、はい、先生でですね、はい、ステレオサウンドで、はい、もう第1弾をやって、はい、まあ、今回第2弾という感じなんですけど、はい、まあ、もうちょっとですね、風さんのお話もお伺いしたいんですけど、雑誌社さん出身で編集を最初やられてたんですか？編集の手伝いをやってました。そうなんですね。それはね、無線と実験っていう、はい、今も続いてる本ですけどね、はい、そこの手伝いを2年半
いやもっとか、4年ぐらいやってました。でその前ね僕ね販売店でアルバイトしてたことがあるんですよ。オーディオ販売店こんな立派な店じゃないですか。東京でね、はい、あのパルコっていうビルがあって、パルコってあのいろんな店舗が入ってる西部のパルコですね。そうです、はい、いろんな店舗が入ってる総合 の, そのお買い物する走りのデパあのそうです、ね、建物ですけどね。でそこにオーディオ店があって、当時はねオーディオってそういうレベルで売ってた時代があったんですよね。パルコにだってオーディオ店なんてありえないね。今考えられない、考えられない、はい、日本のオーディオメーカーもいっぱい元気でやってた時代です、はい、ね、今はここの部屋見ると、はい、日本製品のがむしろ少ない。いやもう残念ながら、はい、自分とし若い自分としては、はい、日本のオーディオメーカーのいろんな広報資料とかをチェックして、それを噛み砕いて紹介するページみたいのをやるっていうのは割と筆者として登竜門なんですよ。あいわゆる新製品紹介、はい、あと取材してコンサートのシステムの紹介とかね、はい、だからイーグルスのホテルカリフォルニアツアーとか、サンタナが初めて日本に来た時、はい、初来日で、それは武道館ですよね。武道館ですね、はい、でその後大阪も追っかけて、うわで、ロータスの伝説っていうこんなすごいジャケットの十何面だっけ、はいはい、横尾忠則さんのね、はい、横尾さんのやつですね、はい、あれの録音は大阪だったんですよね。ああ、はい、そんなの追っかけたりしてましたよね。あ、それで記事を作ってやってたんです。なるほどなるほど。でこれは日本のことなんだけども、はい、だんだんアメリカの製品とかで今のオーディオでいうハイエンド、はい、そういうメーカーが芽生えてきて、はい、でやがて旅出て、あのそのショーをですね、日本一、はい、オーディオのショーを見学して会社に行って、はい、で会社だって行ったら家でやってたりするわけですからね。まあまあまあそうですね、はい、でそんなとこでうろうろ旅して、一番多い頃はね、はい、日本に100日いなかったですね。うん、そうなんですね。だから僕娘と息子いますけど、はい、なんか急に大きくなってたりしてましたね。当時なんですけど、はい、まあ、70年代とか80年代とかに、まあ、そのオーディオショー行って、はい、先ほどもちょっとちらっとお話ししたんですけど、はい、開発者の方とかに、まあ、どんどんフーさん会いに行くわけじゃないですか。そうです。でなんかこうそうやってこう海外でバーッとこう活躍できるというのって今とはもう全然違うわけであって、もう日本でこう数人みたいな感じだとは思うんですけど、開発者の方ちょっと取材してさせてくださいってお願いするっていう感じなんですか。あのね、はい、どんな感じなんですか。ちょっとそのコミュニケーションの取り方が原始的でね、はい、ファックスができたばっかりぐらいですよ。まずメールないですね。メールないですね。はい、メールなんてないですね。で、ズームっていうの？あんなのないわけで。僕、マランツさんと会うためにね、はい、マランツってあのマランツね。まあ、マランツさん、はい、ファックスでしたね。でね、マランツさんファックス持ってなくて、で、マランツさんの本物のマランツよ、はいはいはい、オリジナル、オリジナルのお嬢さんのオフィスにファックスがあるって言うんで、はい、その番号を聞いてそこに送るとなんかお嬢さんが届けてくれたらしいんですよ。へえ。手書きのエアメールなんてステッカー貼って、はい、でやり取りしてよくやってましたね。すごいですね。だから手紙で英語で書きますよね、で郵送して、でまあ何日かなんか半月かなんか経って、それもあるし、あとはねやはりあの日本に輸入元がある場合は、はい、こう頭ごなしにやっちゃいけないんで。なるほど。輸入元にこういうことで連絡してください、はい、と輸入元なりの通信方法があるわけで、あで、はい、テレックスだっ
った時代もあると思うんですけどね、とにかく連絡取ってで、はい、じゃあいつ行きますか、あるいはあの CD が開発中できてから、はい、僕は80年代の半ばに、はい、フィリップスって CD の元を作った会社ですね、はい、ご存知のようにあれソニーとフィリップスが一緒にやるんですけど、で、はい、フィリップスはオランダにあるんですけど、はい、やっぱり日本のフィリップスのことをやってる会社が当時マランツだったんですね、はい、で行きたいからお願いして、はい、で行ってつまんない人と話してもしょうがない、まあまあまあ、いやそうですよね、はい、分かってる人出してくださいと、はあ、そうしたら1週間ぐらい経って返事が来て、分かったと、であなたの希望する人数を揃えてこういうスケジュールで取材を組んだと、はい、で何月何日の何時に、はい、待ち合わせ、アムステルダムのオークラホテルっていうのが日本のホテルのアムステル版があるんですよ、はいはいはい、日本人だから大倉だったらいいだろうと思ったみたいで、うん、優しい、はい、で大倉ホテルのロビーに夕方の5時に迎えが行くから、すごい、それでフィリップス行ったんですよ、はい、まあでも本当に今みたいに携帯電話もないんで、ないない、もうドキドキというか、いやちゃんとお会いできるかも、はい、からない、いやだからよく迷子がなかったと思ってね。うーん、携帯ないよね。ないですよね。うん、で、しかもね、アメリカのショーっていうのが一番大きかったんですよ。はい、毎年6月にやがる。はい、で、シカゴってあの黒人の比率が多くて、はい、僕ら行ってた頃にちょうど白人と黒人と半々ぐらいになったんです。ああ、そうですか。あれは要するにミシシッピ沿いにずっと黒人が上がってきてたどり着いたのがシカゴとか、はい、そうするとあのブルースやる店がいっぱいあるんです。だいたい4時までやったんだよね。朝の朝、すごいですね、うん、で行くと関係者だらけですよ、みんな。あんなで音楽好きだから、はいはい、もうね、ワイ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 やって、はい、で、3時、4時にホテル帰るんですよ。はい、へぇ。で、次の日、10時ぐらいからちゃんとインタビューしてやってましたもんね。すごいですね。で、まあ、誰とは言えないけど、酒好きのメーカーのやつで、うん、昼ぐらいまで寝てるやつもいましたけど、なんかそんなんでね、いろんな人に会って楽しかったですよ。なるほど。僕英語はちゃんとできないけど、はい、あのオーディオの用語ってほら世界的に同じですから。そうですね。マグネットとかドライバーとか。世間話すると難しいけど、オーディオの話とかやるとかなり限定した単語で通じるわけでね。はあ、うん。いやすごいです。いっぱい歩いてきましたよね。でもあのフーさんの。なんかその開発者のお家とか自宅とかにも行ったりとかもされてたんですね。あれ実はね、はい、当時あった小学館というところが、あ、小学館、はい、オーディオ雑誌だって出してて、あ、やはりあのオーディオの専門誌ではなくて、はい、若い本当に入門者のためにこう解説をしながらオーディオ説明しようっていうスタイルだったのね。だから単なるメーカー訪問じゃ面白くないと、はい、その責任者家で何やってるか覗き見しようっていうすごい考えが編集部にあって、はい、面白い。それで社長の家っていうのねずけずけ行ったわけですよ、はい、こっち 4,5 人で動いててね、はい、小学館の大会社なんで、はい、でメーカー行くとね僕らと人数変わんなかったりね。なるほど。あ、意外と向こうの5人ぐらいでちょこちょこやってる。はい、そんなところで始まって、はあ、で、だいたい大きくなってきて、はい、思うんですけど、はい、今、いわゆる工学系の勉強した人たちってコンピューターの仕事したり、はい、それから AI に行ったり、はい、AI。今の
興味のあるものっていうのが AI だったりすると、はいはいはい、オーディオって結構人気あったんですよ。あ、なるほど。当時はもう電気の勉強しっかりやって音楽が好きで、例えばギターアンプ作ったとかね、はい、そっからオーディオ来ちゃったり、あで結構ね、はい、電気的なことを勉強した若者の未来の仕事がオーディオっていうのが今からは想像つかないかもしれないけど、はい、ちょっと人気あったんですね。いやー、なんかもう先輩方からそういう話はしょっちゅう、うん、はい、オーディオメーカーってもうそういう、はい、商社とかと同じぐらい人気があったっていう、そんなに超もう一流の就職先という、ね、はい。日本の例で言うと、70年代っていうのが、まあ、日本のオーディオ界のピークだったんですけど、はい、東京の晴海っていうところに大きな会場があって、はい、この間やった東京の2度目のオリンピックありましたね、はい、ございますね。あの時の千秋村になったところはそれの跡地ですよ。大きなね、飛行機の格納庫みたいな会場があって、ほう、そこでオーディオフェアってのをやってたんですよ。あ、晴海でやってたんですね、はい、それで、はい、皇太子が来たことあって、すごい、ハンパないですね、ハンパでコンパニオンがですね、ほう、もう各社を5、6人雇って、うーわー、で、はい、モーターショーっていうのがまあ一番大きいショーだったと思うんです、当時、はい、70年代、はい、車のね、はい、でコンパニオンのランクがほぼモーターショーのコンパニオンともう同等と同等だとか言ってましたからね、はあ、うん、すごいですね、なるほど。でその頃にちょこちょこアメリカで結局日本の製品がどん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 輸出されるわけですよ、はい、ですからアメリカの人たちってアメリカのオーディオっていらなくなっちゃったんじゃないかな、うーん、あるいはね、名前のある、はい、アメリカのこう老舗だったんだけど気がついたら三洋電機がその会社買ってたとかですね、あ、日本の製品がどん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 車に限らず、はい、オーディオも出てってアメリカの中堅どころのオーディオメーカーっていうのを弱くしちゃいましたよ、ね、なるほど、ある意味破壊したということもあるわけですね、ですね、で、あ、そうなんですね、ある意味コピー的な製品も輸出しました、はい、で、うん、オリジナルと比べるとユーザーから見ると、はい、似たようなものが、まあ、スピーカーですけど、はい、3分の1なんですよ値段が、うわ、そりゃ売れるっすね、はい、それ買っちゃうね、買っちゃいますね、買っちゃう、中間みたいな、そう、そういうことですね、うん、はい、うん、はい、日本のものがわーっと出てったんだけど、それは決して高級ではないわけですよ。値段で勝負だみたいなものばっかりだ。なるほど。ですから、その前から有名なマランツとか、はい、マッキントッシュとかは、はい、そのまま健在で、今もこう残ってるわけですよ。そうですね。うん、だけど、中堅どころっていうのが一応あってんだけど、ごそっと。ごそっと消えたね。あー、なるほど。もっと他にはベトナム戦争があって、はいはい、で日本にも基地があるわけだから、そうですね、そういうところで兵隊さんにエレクトロニクス製品を大量に売ったんですね。へー、なんか彼らは大きな段ボール箱を2つだか3つだかぐらいまで免税で国に送ることができて、そうなんですね、だから例えばテープレコーダーしてこんなリールが回るのってまたちょっと復活してんだけど、はいはい、最近、はい、そうですね、25センチのリールですよね、はいはい、
で、あれ本気で録音したあれ30分しか持たないんですよ、はい、こんな25センチのリールが、はい、そういうテープレコーダーって、はい、寝方数20キロぐらいあったんですけど、重いんですよね結構、そういうの持って録音しに行ったりしてたんですけどね、で、例えば日本だとティアックってそれたくさん作ってたわけですよ、はい、横須賀の港にエンタープライズって空母が入ると、はいはい、2日でティアックの倉庫が空になったっていうのが、いや僕はこれは聞いた話ですけどね、まあ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 、でもねそういうノリだったのね、へえすごいですね。でまあベトナム戦争で当時の日本のオーディオメーカーの今から見ると老舗は、はい、結構ビジネスの基礎ができたっていうところがあるかもしれない。それはアキュフェーズの斉藤会長もおっしゃってましたね。斉藤先輩は、はい、もう今80ちょっとですからね、はい、そうですね、はい、で、まあ、斉藤さんご承知のように、まあ、トリオっていうねメーカー、はい、そうですね、はい、でもっとスペシャルな仕事をしたいっつってアキュフェーズ独立したんですよね、はい、ですから多くの日本のメーカーはアキュフェーズではなく、はいはい、本当にこう値段で勝負みたいなものを大量に売りまくってた。まあ、ティアックさんのテープレコーダーは別ですけどね、はい、あれは品質で、まあ、いったんだと思いますけど、はい、うん、だから赤いとかもそうですか。赤いもそうですね、はい、あれはどっちかというと日本でより外国の方が有名でしたよね。あ、やっぱそうなんですね、うん、はい、あのオーディオ界にいた先輩で赤井の仕事をしてた人が、はい、ずっと中東ばっかり歩いてた時期がありました。へえ、何かあっちの国に売り込むために、はい、いやすごいですね、うん、だから日本があの高度成長の後に、はい、どん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 輸出をして、はい、同時にまあ、不幸な戦争がビジネスの機会にもなっているということなので、はい、まあ、日本のオーディオの大きな部分ができたのが70年代ですよね。なるほどなるほど、そういう時代背景があって、はい、一方でアメリカで、アメリカでその安かろう普通だろうみたいなのがみんな来ちゃったわけです。はいはいはい、でさっきの話戻ると工学系の勉強した人たちが、はい、さあ何をやろうかって、なんか自分はギター弾いてるしギターアンプ作ってきたから、そうだオーディオアンプ作れるじゃんなんてことがあって、ほう、でそれが今だったらコンピューターに行ったり、うん、ね、ロボット作ったりとか、そうですね、っていうことなんだろうけど、結構70年代にはオーディオ、うん、でまあ、花形だったんですね。まあかっこいい仕事に思えたのかもしれない、はい、ですから70年代の終わりから80年代の頭にワンワンアメリカで出てくるんですよ、はい、つまりねパイオニアとかソニーと喧嘩するような商品作ってもしょうがないわけ、はいはい、でそんな規模もないし工場もないし、なそうすると5、6人で手作りで、でこれで日本と違うのはアメリカってやっぱり家でかいですよね、はい、で地下室って結構あるわけです、はい、でそういうところでね作り始めて、うん、あと車表止めてガレージ使えばあれ30畳40畳ぐらい畳でいうとあるわけでしょでそういうところで言ってよくガレージメーカーなんて言うじゃないですか、はい、もうまさにまさにね、はい、僕マーク・ルビンソンなんか行った時は、はい、実家でした彼の。おで、はい、ボストンとニューヨークの間ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね、はい、でいわゆる東海岸ですから、はい、あのカリフォルニアとやっぱり家の作り違うんですよ。うん、あんまり大きくないんだけど大体地下室はあるんです。なるほど。よくさ絵であの写真でさペンこう木で張った家でペンキでこう水色かなんか塗って、はい、窓枠こう白く塗った、はい、
家あるじゃないですか、はい、ああいうのが典型的な東海岸の家だと、はい、あれ大体3階建てぐらいで地下室あるんですよ、はい、レビンソン有名ですけど彼はデビュー早くて、はい、72年創業です。おお、72年、はい、これは日本でいうと、はい、アキフェルズと同じ年ですね。おお、はい、だから日本でアキフェルズの人たちがそのトリオというね普通の本たくさん作るオーディオじゃなくて、はい、自分たちの考える楽しいオーディオをやりたい、うんまあ、そんなような雰囲気がアメリカにもあって。なるほど。でレヴィンソンは当時両親から1万5000ドル借金して、だいたい400万ぐらいですかね、はいはい、それで始めたのがマーク・レヴィンソン、うん、あそうなんですね。で彼なんか早い方でいろいろ今でいうハイエンドの多くのメーカーの芽生えは70年代の終わりから80年代の前半ですね、なるほど。で今日テーマとしているマーティン・ローガンが、はい、83年、ね、まあハイエンドオーディオの目覚めた時のど真ん中の時代に生まれたスピーカーです。なるほど。で CD が出だしたのと もう同時期ということですね。 CD が出たのと、はい、ただ日本と違ってアメリカのハイエンドでは、はい、一挙に人気が出なかったです。日本はあってない CD になりました、はいはい、アメリカは特に高級オーディオでは、はいまあ、いろいろ誤解もあってですね、アンチデジタルっていう一派がいたり、はい、まあそれはちょっと今日は置いときますけど、はい、日本ほど進まなかったですね。ただちょっと話しておりますけど、はい、そのこういうハイエンドの会社って何をやるかっていうと他の会社が作らないようなものを作るわけですよね、はい、そうですね、でましてや自分で使いたいものを作るっていうのは、うんうん、なるほど。それとあと極力妥協しないから、はい、まあ値段も結果的には上がっちゃうっていう、はい、まあやりた放題曲やってきたのがハイエンドオーディオっていう名前になっちゃってんだけどね。ああなるほどなるほど。その業界では CD っていうのはちょっと出遅れましたね。あでただねやっぱり日本で一生懸命 CD プレイヤーっていっぱい作りましたよね、はい、でもそれは普通の価格帯、はい、今から見ると高いですけど最初にアキフェーズがセパレート作ったのが86年なんですよ。だから CD 出てから4年経ってるわけですよ、はい、アキフェーズがやってセパレートでしっかりとプレイヤー作んなかったら、はい、もしかすると CD は単なるお手軽で終わってたかもしれない。あ、なるほど。そう考えるとすごいですね。そうですね。はい、お手軽で。やっぱりそのハイエンドの中で他が作んないものを作るっていう話さっき申し上げましたけど、はい、コンピューターのプロが集まった会社がミネアポリスってアメリカの北の方ですね。はい、冬寒いところですけどね。そこで、レコーディングコンピューターって名前でレコードって元に戻すですね、はい、だからデジタルされてるものをアナログに戻すという意味で、はい、レコーディングコンピューターって言って、はい、でモトローラーのチップが入ってるんですよ、はい、もうこれはもうマッキントッシュのコンピューターと同じです、はい、でそれをメモリー FTZ っていうのメモリーにソフトウェア入れて動作させて、はいはい、いわゆる DA コンバーターなんだけどデコーディングコンピューターって呼んでました。はい、うん、それワディアです。おお、ワディアな、はい、これが88年です、はい、その1年前に英国で DCS っていうのが出てくるんですよ。 DCS、 はい、はい、ただこれプロ用だったんで、はい、僕らが知るのにはもっと遅れましたけどね、はい、ワディアが革命でしたよね。ああそういうことなんですね。で、行ったらですね、はい、30人の会社で、うん、大体、はい、研究開発部門に15人いるんですよ。
すごい。これはね、会社おかしくなります、やっぱり。なるほどなるほど。お金使うばっかりだ、そうですよね、確かに。はあ。だからまあワディアって衝撃的だったよね。はい。当時デジタルってあんまり音変わんないとかね、デジタル臭いとか言ったじゃないですか。はいはい。でそれを随分変えた会社ですよ。あ、そういうことなんですね。ちょっと話がそっちずれちゃったけども、そうやって本当に人がやらないことをやるっていうのは日本よりアメリカの方が得意 で、うん、そうです。で彼らの企業心っていうの、はい、切った起こすっていう字ですね、はい、会社を起こしてこう若くして仲間とお金出し合ってやっていこうっていう、コンピューターやなんかもちっちゃいところみんな最初そうだった、うん、まあまあそうですね、はい、大勢でもそうやって小さい会社が芽生えてきて、はい、それが、まあ、ど真ん中の時代に生まれたのがマーティン・ローガンが83年ということですね、はい、今日はスピーカーの話ですけど、はい、アンプもそうだし、はい、今有名なアメリカのハイエンド、はい、あるいはヨーロッパの面白い、はい、個性的な機械、はい、これは非常に古い会社とは別にですね、はい、だいたい社歴が40年程度の会社がやってる仕事が多いですね、うん、はい、なるほど、そういう感じで発展していったんですね。ですね。で、なるほど。近年この10年弱では、はい、ネットワークプレイヤーとか、はい、今のコンピューターを使ったオーディオに関係するようなものを作ってる会社が今芽生え始めてるでしょ。はい。それだから、はい、これから10年先にはそういう会社の方がはーオーディオの機械をいっぱい提供してくるんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど。やっぱりもう最初はこうテクノロジーというかそういう研究みたいなのがあって、そこからこうどんどん発展していく。やっぱり、ね、人がやらないことをやる、うん、で要するにユニークというのが変わり者という意味ではないんですよね。はあ。あいつ変だっていう意味ではないんですよね、うん。ですから日本語でユニークと、彼ユニークだねって言うと、ね、変人になっちゃうんだろうちょっとふざけてるとか、はい、どうなんだろう。アメリカで言うような場合には、はい、頑張ってるねっていう感じなのかもしれない。なるほど、うん、だから今日のスピーカーだってすごいユニークじゃないですか。そうですね、はい、うん、